んにちは、プラモ教師郎です。今回もよろしくお願いします。前回に続いてベースの制作ですね。前回ちょっと離体の跡をつけるのを忘れてしまいましたので、今回それを行いたいと思います。用意したのはこちら、木粉粘土ですね。100円ショップなどで販売しています。木工用ボンドを一緒に練り込みます。これは剥がれ防止とひび割れ防止のためにですね。木工用ボンドは何回かに分けて練り込みました。粘土をよく練り込んだらベースに貼り付けていきます。なるべく空気が入らないように密着させましょう。道路の部分だけを木粉粘土で覆った状態です。だいたい厚みが2ミリぐらいですかね。表面を歯ブラシで叩いて地面のテクスチャーをつけます。強めに叩いたり弱めに叩いたりして表情をつけてあげるといいでしょう。全体を歯ブラシで叩き終わった状態です。だんだんと地面のような表情になってきました。粘土が乾く前に離体の跡をつけます。このようなローラーを自作してみました。このような感じで離体の跡をつけていきます。何回か往復させて複数の車両が通った跡をつけてみました。最後に設置する車両に合わせた離体の跡をつけます。完全に乾燥すると若干色が薄くなります。触った感じもとても硬質で石のように硬いです。道路の両脇に柵と有刺鉄線を設置しました。柵は3ミリのプラ棒に木目を入れたものです。有刺鉄線は船蔵モデルズの 3D プリンター製のものを使っています。本当にクオリティがすごいです。おすすめの一品ですね。そして次は木を製作します。今回はツツジの木の枝を使います。よく煮沸させてから使いましょう。細かい枝を再現するにはこちら、木の根っこを使います。自分はいつもこういったものはストックするようにしていますね。そして適当な長さに切った木の根っこをこのように瞬間接着剤でツツジの木に接着します。枝は細かく分岐させるとよりリアルな仕上がりになります。また先端に行くほど細い枝を使うとよりリアルな仕上がりとなります。枝ぶりを調整しながらこのような感じの木が製作できました。今回は大小2本の木を製作しています。枝はとても折れやすくなっていますので丁寧に取り扱いしましょう。必要に応じて表面を溶きパテなどで整えます。ベースにはこのような感じで2本植えてみようかと思っています。ベースを木製パネルに接着しました。そして木製パネル部分に色付けを行います。着色はオイルステインを使用しています。2回ほど重ね塗りしました。乾燥後は乾いた布やティッシュでよく磨いておきましょう。マスキングした後、地面をアースカラーで塗装しました。下地用の色なので適当な茶色で塗っています。表面をウェザリングペーストのマットブラウンで塗装します。塗装というよりかは筆で叩きつけるようにして塗っていきます。乾燥すると色味が大幅に変わります。左側がすでに乾燥した状態です。このような感じで全体をマットブラウンで塗装しました。この後の作業に向けてよく乾燥させておきましょう。
路肩などに小石を配置します。これは同じマットブラウンを乾燥して砕いたものを使用しています。小石はピグメントフィクサーを使って固定します。このようにスポイトで上から垂らして使うと便利だと思います。こちらがそのフィクサーですね。 AK インタラクティブ製です。接着力も結構強力で、乾燥後に白くならないっていうのがとてもいいですね。重宝してます。地面はところどころ乾燥しているところとまだ湿っているところが点在している状況を再現しようと思います。まだ湿り気が残っているところにはウェザリングカラーのグランドブラウンを軽く塗装しています。もっと水気が多いところにはウェザリングペーストのウェットクリアを混ぜたものを塗っています。ウェットクリアは結構地面に染み込んでしまいます。ですので何度か塗り重ねることによって効果が出てきます。あんまり変化が見られないような気もしますが、さらに湿り気を追加した状態です。少し湿り気を帯びた地面の様子を表現できたのではないかと思います。柵の方も塗装しました。柵はバーントアンバーにブラックを混ぜたもので塗装しています。有刺鉄線の方はバーントアンバーをベースにウェザリングカラーで適当にサビ色をつけました。地面に草を生やします。草はフィールドグラスを細かく刻んだもの、それをマットメディウムを塗布した上にばらまいています。そしてグラスアプリケーターを使用して草を上方向に立たせています。マットメディウムが乾燥したら余分なフィールドグラスを掃除機などで吸い取りましょう。他の植物も制作してみました。庭に生えていた芝生をカットして先端を瞬間接着剤で丸みをつけたものです。適当な枯れ草っぽい色で塗装しています。このような感じで植えてみました。またフィールドグラスの方も薄いダークイエローで軽く塗装しています。木は一度サーフェイサーを拭いた後茶色系の塗料で塗装しました。ちょっと適当に混色していたのでレシピの方は分かりません。瞬間接着剤を使って木を2本とも植えました。ベースの作業は一旦置いといて、次は車両の方の製作を進めたいと思います。まずサーフェイサーを吹き付けました。金属パーツがあるのでプライマー成分入りのものを塗装しています。そしてサフを吹く前に被弾した跡をいくつか追加しています。合計で4箇所、いずれも鉄鋼弾ではなく榴弾の跡を意識して加工しました。シャドウ部分にダークグリーンを吹き付けました。影になる部分なので塗り残しのないように塗装しました。そして基本塗装です。シャドウ部分を残しながらグリーンを吹き付けました。細吹きするのでレベリングシンナーで薄めてリターダーを混ぜています。基本塗装はこちら、クレオスの604番外原21号色を使っています。多少はみ出したりもしましたが気にせず塗装を進めました。どのくらいシャドウを残すかっていうのはもう好みですけど、自分はこのぐらいが、好きですね。あまりシャドウを残してしまうとちょっとくどくなってしまいます。基本塗装がほぼ終わった状態です。車体側のシャドウは多めに残してみました。 KV2 は広い面が多いのでグリーンの濃淡をつけようと思います。各面の中央に基本色に白を混ぜたものを軽くスプレーしています。この時綺麗に面の中央に色をのせるのではなく、わざとまだらになるようにのせてみました。
面の中央が少しだけ明るくなっている様子が見て取れます。またわざと色ムラを残すような塗り方になっているのもお分かりいただけるかと思います。そして次はこちら、クレオスの122番 RLM82 ライトグリーンを使ってまたまだら状に吹き付けていきます。これもランダムにスポット状になるように吹き付けました。少し薄めに希釈して様子を見ながらやる方が得策かもしれません。グリーンの濃淡を入れ終わった状態がこちらですね。 KV2 はどうしても広い面が多いのと、また単色塗装なのでこういった表情をつけてあげるのがとても効果的だと思います。次は基本色に白を混ぜたものでボルトなどにハイライトを入れていきます。基本色と同じラッカー系の塗料です。筆塗りしやすいようにレベリングシンナーで希釈してリターダーを混ぜています。 KV 系列はボルトの数が非常に多いので大変ですけど根気強く塗装しました。砲塔のベンチレーターやペリスコープ、この辺りにも施しています。車体の裏側、こちらもハイライトを入れました。完成すると全く見えないんですけど勢いでやってしまいました。全体的にハイライトを入れた状態です。グリーンに鮮やかさをプラスするためにサイドを調整します。薄めのクリアグリーンを軽く塗装してサイドを上げてみました。こうやって見比べるとグリーンの鮮やかさが増していることがわかると思います。さて今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。コメントなどありましたらお気軽にお声かけください。次回は車体のウェザリングをさらに進める予定です。またいいねボタンやチャンネル登録もしていただけると幸いです。それでは皆さん、次回までさようなら。バイバイ。